久々じゃん。いや、3日前に一緒に映画見に行ったじゃん。でも学校で会うってなるとまた違うじゃん。まあね。てか今日クラス発表とかやばくない？もう絶対話しないんだけど。いや、本当に離れるとかマジ無理だよ。私も絶対嫌だよ、お願い。いや、誰にお願いしてんの？ね、神様か仏様か校長か。学年主任にお願いするのが一番かもね。あー、誰でもいいから私たちは楽しい GK ライフ奪わないで。あ、おはよう。おはよう。もうおはよう。おはよう。二人とも早かったんだね。てか、ゆう、どうしたの？クラス外緊張しすぎて全然寝れなかった。いや、それはやばすぎ。あ、ちょっと吐きそう。マジじゃん、大丈夫？ほんと、ゆうは緊張しすぎるといつもそうだよね。じゃあ早速学校行きますか。うん、行こう。いや、暗っ。組織行くみたいじゃん。あー、もうすぐかな。もう発表？早くない？緊張してきた。あー、早く知りたい。来た。私は、あ、 B 組。あ、私も B。 やったー、やったー。いいな。私はマミも B だよ。え、マジ？あ、本当だ、やったー。ユウは？え、大丈夫？私どのクラス？ユウは、あ、 B だ、 B。 嘘でしょ、やったやった、 B。 あ、生き返った。え、じゃあみんな同じクラスってこと？そういうことになりますね。イエーイ、マジ最高。ほんとよかった。あー、ほんとによかった。数学の授業さ、また榊原だった。私マジ無理なんだけど。うちも。なんであんな厳しいんだろうね。数学2年になったから変わるんじゃないかな。また数学8点だったらどうしよう。8点はやばいって。どうしたらそんな点数取れんの？私2点。いや、気まず。なんかごめんね。てか、そんなことより背景の映画行こうよ。いいね、アリー。急にね。あー、いいよ、行こう。ユウも行く？うん、いいよ。背景見たことある？うん、ない。じゃないんかーい。え、見に行けるの？無理しなくていいよ。あ、うん、行ける。あ、すごいな、ありがたいけども。ずっと見たかったからマジ嬉しい。私も3回見た。は？抜け抜け？仕方ないじゃん、親と彼氏と妹に誘われたの。リア充め。英語待って、あと2時間ぐらいあるから教室でちょっと時間潰してこ。オッケー。てか、今流行ってる MBTI 診断って知ってる？知ってる、私めっちゃ前にやった。え、なんだった？忘れた。なんだよ。え、MB 診断？何それ？ MBTI 診断だよ。私もやってみたかった。せっかくだし、みんなでやってみよう。相性とかもわかるみたいだし。いいね。できた。私も。オッケー。できた。じゃあみんなでさ、せーので発表しようよ。せーの。 ENTJ 指揮官、 ISFP 冒険家、 ISTP 巨匠、 ENFJ 主人公。あ、みんな見事にバラバラだね。じゃあみんなとの相性見てみるね。指揮官と冒険家、相性悪い。指揮官と巨匠、相性悪い。指揮官と主人公、相性あんま良くない。え、気まず。え、本当に合ってる？合ってるね。え、気まず。いや、でもさ、こんな相性悪いのにさ、仲いいのってうちは最強じゃない？え、確かに。普通だったら喧嘩しても殴り合いとかしててボコボコだもんね。いや、相性悪くてもそんな喧嘩しないだろうけど。結果笑いだね。いや、お笑いか。まあ、とにかくうちら最強だっていうことで、これからも一生一生ってわけか。あー、それはマジ勘弁。